はい、どうも皆様おはようございます。改めまして皆様おはようございます。加瀬川河川敷の方に来ております。はい、もうお分かりの通り熱気球でございます。はい、昨年の10月、下旬より、始まりました、バルーンの方ですね。秋冬シーズン2022年度秋冬シーズンも、いよいよもう終盤となりました。この2月をもって終わりです。はい、いよいよもう最後の追い込みというか、最後の、練習になります。もうすでに、ね、あの田んぼの方ですね、一部は、麦の種まきが終わっております。田起こしの方も、盛んに行われております。はい、いよいよ、田んぼの方が動き始めましたので、そうなりますとこちらバルーンは終了となります。はい、昨年10月後半から始まりましたバルーンもいよいよこの2月をもって終わりです。終盤になりました。これが終わりますと5月の後半から6月ぐらいにならないとまた始まりません。麦刈りが終わったシーズンの時にまたやるという形になっております。はい、もう最後での追い込みとなりました。やはり久々製薬のサマパス号ですね。はい、準備の方が行われております。サマパス号は、もうすぐ立ち上がります。こちらの方もうすぐバーナー点検が始まります。サロンパス号はもう間もなく火が入ります。こちらの方もね、もうすぐ立ち上がりますね。はい、こうやって引っ張ってらっしゃいます。これがまた大変なんですよね。
はい、こんな感じで引きずられてる。はい、サロンパス号が、立ち上がりました。はい、立ち上がりました。少し細身のやつですね。もう一本、ちょっと太いのもありますけど、こっちはちょっと細身のやつですね。今日は。多分その熱気球は、西村商会さんのやつではないかなと思います。この色からして。はい、久光サロンパス号。あれ、ただの風船じゃなくて、風向きをね、どういう風になっていくのか、風がどういう風に吹いているのか、上空、風が、どのように吹いているかっていうのを確認するための風船です。何も闇雲に飛ばしてるわけじゃないので、これを見るとおそらくちょっと河川敷の向こう側の方までにこう向こう側に吹いてるっていうのかな。で、また上空ある程度上空が上がればまた風が変わってくると思います。さあ、左のやつも立ち上がりそうですね。これ、まもなく。左の青い熱気球立ち上がります。サロンパス号は今にも飛び出しそうな感じ。サロンパス号は離陸するかな。離陸しますね。動きました。はい、動きます。はい、離陸します。はい、サロンパス号離陸いたします。風が穏やかなんですね。
ゆっくりゆっくりと上がっております。穏やかですね、風が今日は。はい、緑の熱気球が立ち上がります。風が穏やかですね。はい、ちょっと上昇して、ちょっと北風、若干北西の風かな。あ、またちょっと風が、動きが変わってきましたね。少しまた南、こっちの方では、この上を見ると、動きを見ると、ちょっと南風。まあ、このような感じで、上空上がると、その層によって、風の向きが異なるんですよね。これを利用して熱気球をコントロールするんですね。上下の動きはできるけど、左右とかの動きっていうのは上空に上がらないとわからないんで、その風をつかまないと動くことができないので、これが結構難しいんですよね。
のは国領高校のかな。緑の方が先に上がりそうですね。はい、動きました。はい、上がります。青のやつももう上がりますね。あ、上がりますね。どっちも上がりました。どっちも上がります。はい、どっちも上がりました。離陸。こう見るとなんか東寄りの風になってるのかなって見えますね。でもあっちの上空上がるとこんな感じで変わってしまう。やはり国領高校かな。国領高校さんのやつですね。はい、向こう側の国領高校さんの、バルーンで、はい、佐賀県内では、唯一バルーン部のある学校です。で、全国的に見ても、バルーン部のある高校というのは2校しかありません。あと北海道の上士幌高校なんですよね。で、そこと佐賀の北陵高校、この2校だけしかないんですよね。あと同好会みたいな感じでもう何校かあるらしいんですけども、正式な部活としてある高校というのは2校しかありません。北陵高校と上士幌高校ですね。この2校だけです。向こう側にガージュのバルーンが膨らみ始めましたけども、こちらの方ですね、ガージュさんのやつですけども、これは佐賀大学のやつです。はい、手前の方は、やはり、西村商会さんです。リサイクル用の方をされていらっしゃいます。こうやって2機のバルーンが、共演。サロンパスさん、あっちにいますね。はい、真ん中の方ね、
世界日通、日通さんで、日本通さんのやつですね。上がりますけど、はい、サロパス号の方ですけども、はい、こんな感じで、はい、また風が変わりって動きが変わった。はい、立ち上がります。はい、立ち上がります。はい、立ち上がりました。北陵高校さんの、バルになります。北陵高校はもともとは佐賀中央工業高校という、私学だったんですけども、校名変更で北陵高校と、なっております。日本でも、2カ所2校しかない、バルーン部、熱気球部を持つ部活として、熱気球部を持つ、高校です。もう一校は北海道の上士幌高校です。あと同好会では何校かあるらしいですけど、正式な部活として活動している高校は2校だけ。その1校が我が佐賀県の佐賀市内の方にあります北陵高校です。こちら私学、私立の方になります。あ、いつの間にやら、サロンパス号は降りてきまして着陸しちゃいます。こんな感じで、まあ状況が、風の具合とかそういったものが全然違うんですね。佐賀式印刷さんのやつかな、かこれは多分佐賀式印刷さんのやつだと思うけど、一度前がサロンパス号降りちゃいました。早かった、もう降りちゃった。機材トラブルのようですね。なんかエンジンがかからなくなったり、
の練習飛行ですけども、研修の場でもあります。新しい方がね入ってこられる時にはやっぱり、ね、研修をするんですけども、その研修の場にもなります。はい、佐賀大学熱気球部のガー10号が立ち上がります。はい、立ち上がる。はい、立ち上がりました。はい、佐賀大学熱気球部、風が出てきたようですね。わずかですけど、パス号はもう一回上がります。また上がります。もっと細身だな、これ。スカイニッツさんのやつが上がります。はい、まもなくスカイニッツさん上がります。
さあ行きますか、福良高校さん。はい、終わりますね。はい、終わりました。はい、いい角度、いい具合、はい、いい具合いってますね。はい、佐賀ガス M コー佐賀式印刷さん、 M コーは、長野建設さん、ギリギリを攻めてくるか。さあギリギリを攻めますか。これはおー、いいですね。
低空飛行になりますね。営業セブンスモールですね。その低空飛行の向こうも結構ね、練習しないとなかなかコントロールが難しい。まあ、少し追っかけてみますか。ちょっと上がりましたかね。あれサロンパスコープです。今日はちょっとね、薄曇りなんでちょっと寒いんですけど、風はやや穏やか、またちょっと穏やかになりますね。カラフルなバルーンが、はい、長野建設さんのやつが立ち上がります。長野建設さんのやつも、僕のバルーンも、新しく、なったやつです。前のやつはね、結構ねシンプルなやつだったんですけど、ちょっと新しいやつはこんな感じでちょっと派手なやつになってます。いい感じですね。風が穏やかでかなんで、今度ゆっくりゆっくりと動いてます。なんか皆さん、ここをみんな攻めるつもりなのかな。
さあサロンパスさんはさあどこまで行くのかな。中野建設さんも攻めますね。これは今日は全般的に東寄りの風ですかね。これはどうやらどちらかというと南東の風。
なんかすごいですね。令和元年度、卒業記念品ということで、卒業記念品がバルーンっていうのも、やっぱすごいなっていうふうに思いますね。北陵高校さんのバルーンですけど、もう一度、上がります。はい、こんな感じで今度は南西の方向へ向かっています。そう、全然違うんですよね。片やこっちなのに、片や向こう、向こうに行っちゃってるという。ほんのちょっとの違いで、進む方向が変わるんですよね、バルーンって。はい、このバルーン、こっちに向かってきてるかな。はい、若干こっちに向かってきてますね、これ。ああ、攻めてますね。攻めます。ギリギリの線を、これもね、腕が試されます。
はい、ギリギリの線を攻めます。はい、来ました。来た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 。はい、来た。はい、来た来た来た。おはようございまーす。おはようございまーす。おー、いい攻め方、いい攻め方でしたね、これ。バッチリ。腕がいいですね。はい、あの先ほどのようにこうやって、まあ、あの間近に迫ってくるのを見ることができるというのも、これもね、あの一つの醍醐味ですね。見てて非常に面白い。はい、残りあと数回程度ですね。あのバルの練習飛行もいよいよ見られるのもあと何回か、あとちょいだけになりましたので、あ、朝ちょっと早いですけども、あの皆さんもよろしかったら、あの加瀬川河川敷の方に、ね、こちらの方来ていただきますと、週末ですね、土日祝日中心に見れますので、あのどうぞよろしかったら朝、まあ、6時から7時ぐらい、7時とかなりますけども、本当よろしかったら、見に来てください。